ゴブローン王国史と、ブラババルデラ関連地図、ブラバ、バラワ、ブラバ、バラウェは、ソマリア南部にある港町。主な住民は、ソマリ語のツンギ方言を話すソマリ族と、スワヒリ語のブラワ方言を話す、ブラワ人。ブラバのあたりが、アフリカ東海岸で、スワヒリ語が話される北限である。1500年頃のアフリカ東海岸。 ブラバは当時からモーガディシュとザンジバルの間に位置する主要都市の一つだった15世紀前半、民の探検家テイワが寄港したという占い、ラツアがブラバに否定されており、テイワはそこからラクダやダチョウを持ち帰っている。1503年、ポルトガルの第五次院の遠征艦隊の一部がラバスコに引き入られ、モンバサに攻められるマリンディを救援する際、モンバサを応援するため駆けつけたブラバからの船隊を、 捉えている。ラバスコは、上院の解放と引き換えに、ソマリアから、身の代金を受け取っている。同時期に同じくポルトガルのトリスタンダクーニャもブラバを訪れている。1840年、バルデラの海兵が航海途中でブラバを襲ったので、町の住民は、ゴブローン王国のスルタンに援軍を求め、ゴブローン王国は、バルデラに攻め入って、町を焼き討ちしている。 1889年になると、ブラバの南方にある有力なイスラーム国家ザンジバルの力が衰え、ザンジバルは他のバナディール周辺の港と合わせて、ブラバの支配権をイタリアに譲った。しかしブラバはゴブローン王,王国の影響が強かったので、イタリアとザンジバルの合意は無効だとして抵抗している。しかし結局は、イタリア領ソマリランドの一部となった。 ブラバは1947年に設立されたディジル、ミリフレ島の拠点であり、後にアルダストゥルムスタキアルソマリ島に発展した。1991年にソマリア内戦が発生すると外国人にとってブラバは危険地帯となり、1993年には人道支援部隊でさえ通行不可能と報告されている。2009年、ブラバはイスラム武装集団アルシャバブの支配下となった。 ブラバは密貿易の拠点にも使われ、6月にはブラバからアラブ首長国連邦に向かうインドの木炭密輸船がソマリア沖の海賊に襲われ、ポルトガル海軍に救出されている。2009年9月、アメリカ軍がこの地に潜伏していたアルカアイダのメンバーとみられるサレー、アリサレーナブハンを殺している。2012年9月、アルシャバブが拠点キスマユを ソマリア政府に奪われることで、ブラバはアルシャバブの新たな拠点の一つとなった。2013年10月5日、アメリカ合衆国シールズの武装ヘリコプターの攻撃を受け、アルシャバブは数名の死者を出したもののこれを撃退した。2014年10月、ソマリア政府軍はブラバをアルシャバブから奪取。ありがとうございます。